はい、今日もお宝探し占いやっていきましょう。前回は、マヤとルイーダがめっちゃ活躍して、でかい仕事になりそうだな。すげえ調子良かったんですが、あれから8連敗ぐらいして、ダイヤ1目前だったのにまたダイヤ4まで下がってっていう感じですね。いやー、なかなか難しい。トルネコ久しぶりだな。多分アジトいいね。マヤいいね。マヤいいね。すっかりマヤ好き。4ターン目までの流れが見えている。3ターン目はアジトで、出して、それでマヤと。さあ、何が出ますかな？よし、行くぜ。地獄の家ね、流れが見えている。マヤから行きたい感じではある。ああ、割らしてくる。ああ、これは素晴らしいね。これはいいね、向こうとしては。で、次。あれが来るんで。次これでこれ殴られて4点食らって、いやきついな。私のターンですね。マヤどころではないな、ちょっと。さあ何が出ますかな。いやー、これは素晴らしい流れだね。先行取るね、このこれこそみたいな感じです。マギールまで出すな。いやー、流れがいいね。俺のターンだな。うわ、クロスカッターは素晴らしいな。とやっている余裕があるかどうか。何が来るんだ。いやー、これは出さないとしょうがない。マヤどころではない。とっておきをお見せしましょう。次、地獄から金の草。さあ、何が出ますかな。ラッキーやっつけないと話にならんな、これは。いや、強いな。ラッキーやっつけよう。どう攻めるか。なんとか頑張ってください。アジとか効いてるよ、アジ。これまた置けるし。何を出すかだな、ここ勝負を。何が来るんだ。花垂れし地獄も悪くない気がするが、魔王か。間に合わないかな。水脈が先でいいかな。ちょっと回復がしたいね、これは。やれることはやったな。運を天に任せて。何が来るか。クロスカッターから行きたいかな。これクロスカッターでなんとかなるだろう。いや、強い。これ何出してくるかだ。いや、ここ以外でお願いします。うん、めえな。そこに置かれるときついんだよ。
毎回。さあ何が出ますかな。俺の行くしかないかな、これは。ちょっとマヤに頑張ってもらうか。やったー、兄貴と一緒だ。わ、今のなし。ここが腕の見せ所ってね。ブラバニあたり引いてくれば。来た。来ましたね。甘いやばい。イッシシ。もう。十個目ね。さてこれで何を叩くか難しい。あんまり俺を怒らせるなよ。せえ。わ。やれることはやったな。しかしブラバニの攻撃に耐えられるかっていうのは問題だな。ブラバニはいいんだけど。うわぁ、くせやつだなぁ。クロスカッターで一掃できれば最高なんだなぁ。次回復できるから、すごくさ。うまい。これはうまい。うーわぁ、ひどい。これはひどい。これはひどい。ちくしょう、覚えてろよ。しかもクロスカッター打ちてえのに。どう攻めるか。いやー、一番ひどいやつが出てきたな。1点が与えたいのに、これがまず生き残ってしまうっていうところが問題だな。まあ何枚だ。9枚か。打ってから考えてみるか。いやー厳しいね。これは厳しいな。そんな一戦でも全部今日、アクバーはひどいでしょう、でも。殴ってから考えよう。違うんだな。クロスカッター、じゃあそりゃもう時間がねえ。アサシンアタック、これはひどいな。向こうにまだブラバニあるから負けだ。もう手に任せて。すげえな、こんだけ強いトルネコ初めて見たわ。ちょっといやあ、うまい。でも、ここまで、トルネコをうまく使いこなせないわ。アクパーの方で殴ってきてくれれば、アサシンアタックから当たって、よかったんだけど、ちょっと無理だったなぁ。じゃあ、勝った試合を見よう。でチラ見せすると、浮気すんなっていう話がね、そう、髪以外使うなって話なんでしょうけど、そう、なんだっけ、シーズンパスのなんか、各職業30勝しろみたいなのがあるんだよね。それをこう、達成するために他の職業をやってるわけなんですが、レック持ってないんで、戦士が全く進んでないんだよね。戦士一勝しかしてない。いつでもいいぜ。きつい。それ以外はなんかまんべんなくやってる感じですね。さあ、ナイン型だとフフフとなる。ああ、伝説じゃなくてよかったと。これは楽しみだな。ゴッドライダーでも盗むかなってみたいな感じになるんだけど。俺のターンだな。これだと盗めばいいから、
別に、手札に地図がなくてもいいやっていう感じになるんだよね。それ。しかもそんな、何が来るんだ？ゼシカほどの、攻撃力ないし。ああ、こいつはめんどくさいね。どう、あがいても倒せない。よし、行くぜ。盗むしかないんだよ、これ。好きだらけだぜ。さあ、いいやつが、ハニワナイトいいとこに来た。これはちょっと嬉しい。俺のターン。欲しかった地図がもらえたからね。さらにここ1点当たってくれれば、これの天使の一撃と自分の殴りでこれ倒せるからな。ここはテンションスキル溜まってないし、さらに地図を置けると。ジャッカルもなかなかないです。まあ、タヌもいいけど、ここは倒したガンと厄介なことになるんでね。たまーに修道院ってやつがいるんだよな。ちょっと警戒しないといけない。何が来るんだ？いいね。流れ的には悪くない。こういうやつを置いてくるやつね。たまに修道院のやつがいるんだよね。お前警戒しないといけない。どう攻めるか。これはちょっと倒せないんで。向こうがテンション溜まる前にユニットたくさん出して倒せるような状況に持っていくと。5にしておけば、ヘルジャッカルで倒せる。うわ、うわ、ザコ、ザコ、絶対に助ける。この配置の仕方なんかいやらしいな。本当に修道院じゃねえかみたいな。そうだよ。よし、行くぜ。とりあえずヘルジャッカル行くしかない。まあ一応クロスカッターって手もあるんだけど、全員回復されるからな。これはなかなかいいアジトの使い方で、ゼロコスで2枚置ける。魔王と魔王と魔王にした大丈夫かって感じだけど、まあなんとかなるでしょう。さあ、こっからが勝負だ。ここで回復使ってくれるんなら嬉しいが。うわ、めっちゃ出してきた。どうだ、回復する。よし、このザコ1体のためだけに回復使ってくれたんで、これがまあよしとするか。クロスカッターが当たんないと。盗んで考える。ゴッドライダー来てください。ゴッドライダー。ミラクルソードでとりあえず耐えるしかないと。ちょろいもんだね。こいつは攻撃力が上がる可能性があったんで、こいつを先に倒しておく。さあ、ルイダ、これ頑張れ。つまらない冗談はやめてほしいわね。みんな腕利きの冒険者よ。侵害一戦がゼロになった。これはいい。すごい、お宝探しが決まりそうなこの手札。お宝探し使ったら、これヘルクラッシャーが全部ゼロで置ける。さあ、HP 的には圧倒的に迷っている。いや、ここに使ってくれるんですよ。ルイダね、相手嫌だと思ってね、こう、処理しに来てくれるんだけど、別に僕はルイダに期待してないから、ここになんかダメージ系を使ってくれるのは嬉しい。あ、これはちょっと嬉しいぞ、ちょっと。これ僕、ただでヘルクラッシャー置けたりするんじゃないですか。あらららら、失敗ですね、あなた。やっちゃったけ。どう攻めるか。はい、ゼロコス。もう一回、お宝探しやるもあり、ないか。
さあ何が出る？頼みます。はいはい、ゴミに近い、最もゴミに近いやつ。仕方なくお前死ねと。まだ私には役目が。お、歴戦の武闘会いいね。それ全処理して神官。さあどうだ。急所突きがないと、急所突きニードルラッシュがないときついはず。どうだ、急所突きニードルラッシュがないと相当きついはずだよ。さあこの3枚で何が出るか。ザキ悩んでる。フォロボスときたか。強いが、強いが、ここはお宝探しの出番。アサシンアタックいいね。ちょっとお宝探し待ちたい。だが、お宝探しに行く。フォロボス無視してお宝探しに行く。まあ、こいつは向こうから当たってきてくれた時にアサシンアタックでいいんじゃないかなと思った。で、無視。さあ、どうだ、どうする。ここに来た。はい、使ってるやつが見たことがない。ダスト。これが活躍するんですよ。さあ、ゴッドライダー来たところで、こっちは大魔王が出てくる。さあ、そこをやっつけるしかないだろう。しかし、ここはアサシンアタックでいける。ここは頑張るね。この回復力のおかげで、向こうにまだチャンスがある。だが、しかし、ここで出すのは、さあ、誰も使ってることが見たことない。ダストン行きます。まず、これで、やっつけない。ダストンを出す。ダストン出すと、ここに、ゴミを出してくれる。ゴミを出してくれる。で、ターン終了時、こいつの、写真アタックで来る。ターン終了時、攻撃力が一番低いユニットを味方にする。ということは、一体しかいないから、ゴッドライダーが僕の味方になる。これ、こっち味方になったやつはもう二度と向こうに戻らないからね。素晴らしい。これはさすがにどうにもならんよね。素晴らしい。見事だ。君の勝ちだよ。ダストン勝ち。これは気持ちよかったね。はい。でですね、負けた試合なんですが、相手がめっちゃすごかったっていうのをこれ見せたい。こんなコンボあるのか。これだったかな。違ったら、すげえ、地図何枚出してんだよ、お前っていう試合があったんだよね。これは無理だ、お手上げっていう時があったんで、それを見たい。かっこいいな、魔法使いゼシカ。まさに魔法使いという感じだと。どう攻めるか。最初テンション上げるってことはどういうことだ？ないんじゃないのか。何が来るんだ？私のターンね。あ、ないんじゃない。これじゃなかった。イエーイ。ちょっとこれじゃなかったな。これも面白いんだけど。注意する。ちょっと待ってください。俺のターンだな。もっとね、これにも負けたんだけどね、こいつか、これかな、ベロニカの方かな。めちゃくちゃしてやられた。おいおいおいって感じの時あったんですよね。やるからね、真剣勝負よ。いや、真剣勝負やって負けた。すげえ、そんなコンボあるのかって感じの。これタンチのナイフ来たのは素晴らしいよね。これも素晴らしい。やることない2段目に。
何が来るんだ。これ乾杯っていう試合だったんだけど、どうですか、ね、そうないんだよね。ここまでは普通なんだよな。あんなにしかし出せるかっていう。何が来るかしら。俺のターン。ことをやってきたんだよね。やることなし。このターンはちょっと無駄ターンだったね。何しようかしら。こっからのね、ターン。ここは別にいいとして。どう攻めるか。僕もこれ殴れるから、これは別に。さ、殴って地図出せるからいい。くらえ。特に問題ないスタートも見えるんだが、ここからがおかしいんだよね。もう一回ターン。で、地図。何が来るかしら。しそこはいいとして。僕も一点打てるから、これも問題ない。しかし、余ってるからこれ使っちゃうんだけど、使ったのが良くなかったかなって感じですね。殴ったのも良くないかなって感じですね。ここまでは別にいいよね。で、ここがすごい。おかしい。よし、くず。妖術師。おしくず。これ回りすぎなんだよ。地図。地図。地図。おかしいでしょ、これ何枚出してんだよ。マギール。おかしい。この流れ。4ターン目の流れとは思えない。これが。って感じだよね、これ。妖術師許せないから叩くんだけど、マギヒールが今度倒せないんだよな。アジトで甘んじたのが良くなかったかな。倒しに行けば良かったかな。ジャッカルで。あんまり俺を怒らせるなよ。くらえ。これがやばいよね、これ。これやばいよね。出てくるユニットもユニットだけど、サンドローするって、これ、違う。これ合わせると4ドローするっていうのがちょっとおかしいんだよね。違う、恐ろしい攻撃力。どうにもならん、これ。これは殴らない。どう攻めるか。地獄で耐えるしかない。もういっちゃ。この4、2が強いんだよ、まだ。こっちが倒せなかったのかな。あの時やっぱ2点の2頭を使っちゃったのがよくなかったよな。サンダーラットはなかなかいいんだが、これで3匹出てきて、さらに3ドローっていうのはずるい。出てくるやつはそんなに強くないんだが、3ドローっていうのはね、すごい。全部クロスカッターできるんだが、クロスカッター欲しい。プチファイターで来られた。で、いやー、きついなー。クロスカッターあれば、多少はなんとかなるか。でエルミナージュが残コスで出せる。おかしいでしょう。強すぎ。何もできない。いやー、ここまで回られたらちょっと無理です。ここに何か期待する。全体2ダメプラス。何が来るんだ。無理だ。回復にしようと思ったけど。なんか出てくれという期待を込めて。何が来るんだ。アサシンアタック。いやー、強すぎだな。
悔しいが、あんたの勝ちだぜ。さすがに無理だった。いやー、妖術強いな。ここまで回られたらちょっと何もできないなっていう試合でした。はい、ありがとうございます。